微鏡でミドリムシの観察をしてみよう。ミドリムシには鞭毛という長いムチのような毛が生えていて、この鞭毛を使ってさまざまな動きをしているのです。まるで縄跳びをしているようですね。ムチの動きが次第に速くなってきました。おっと、今度は踊っているように見えます。三重跳びや四重跳びもできるようです。ミドリムシってすごいですね。